どうも、ムドウです。今日は、いつもの聖地、東区に来てます。皆さんにちょっとお尋ねしたいんですけど、釣りをするとき、まず皆さん何をされますかね。大体みんな釣り竿に構えてから、タックルね、準備して、すぐね、投げると思うんですけど、本来は、ゴーハットですから、正しいマニュアルを今教えますから。まずは、来たら、海に向かって、一礼。この手順でいきますからね。あ、それと、大事なのは、夜釣りにおいて、最も大事なのは、釣りの神様と自分をつなぐ、コール役。コールサインは唯一、これですからね。すぐ。これは、もう大切に扱ってください。存在に扱ったら魚も釣れませんから。ということでね、じゃあ投げる時も見てください。みんな立って投げると思うんですけど、神様に失礼ですから。座ってください。座って。45度のこれです。じゃあやっていきます。